カレン・ランコムはフランスのポルノ女優。1996年から2002年にかけて40本を超えるポルノ映画に出演した。ビルジニー・デ・ポントによる原作小説を映画化したベーゼモアを除いて出演したポルノ作品はいずれもビデオ映画であった。2000年にはホットドールの受賞者の候補にもなり、ベーゼモアでは主演女優賞を受賞した。本名は カレン・バッハ、2005年に自殺。カレン・ウランコム・ラファ・フェイラ・アンダーソン、1973年、リヨン郊外にて、裕福な家庭に生まれた。父は、フランス人、母は、モロッコ人であった。幼少時代を、リヨンの田舎で過ごした。カレンによれば、17歳の時に初めて性的な、経験をしたという。大学に入学後は、ナイトクラブで働きながら、 学費を稼いでいた。学業を終える。少し前に、ディスクジョッキーをやっていたフランク・セロンヌと出会い、結婚する。1996年以降、借金返済のため、夫婦で、ポルノ映画に出演し始める。1997年に二人は離婚した。その後、アメリカ合衆国とヨーロッパ各国の双方で、数多くのポルノ作品に出演し続けた。オーラルセックス。 アナルセックス、レズ行為、乱行描写、本番行為といった過激な作品にも出演した。2000年に公開された暴力映画、ベーゼ・モアにて、ラファ・フェイラ・アンダーソンと共に主演を果たす。だが、その後は、ポルノ作品への出演は減り、2002年以降はポルノを廃業している。2005年、パリにあるアパートにて、元恋人が住んでいた部屋の中で、テマゼパムを、 アルコールと一緒に大量服用して自殺を遂げた。ありがとうございます。